私、また幻を。ダメだな。先に進むって決めたのに。響き、私、本物だよ。ほら、触って。あんまり記憶が定かじゃないんだけど、あの誕生日に、響きと離れ離れになって、気がついた時には、たくさんの人たちと、どこか知らない場所にいたんだ。そこから、ずっと響きのことを見ていたよ。私のために泣いてくれたことも、前を向いて歌を歌ったことも。そして、テスラさんが私たちを解放してくれた。分解から構築への反転って、そういう…じゃあ、本当にミクなの？うん。ミク、会いたかった。もう、二度と会えないって。ごめん。辛い、悲しい覚悟をさせちゃったね。ミクがいなくて、辛くて、だけど、いろんな出会いもあったんだ。だからここに、帰ってくることができたんだよ。響きだから繋げたんだよ。本当にすごいよ。温かい。思い出した。これが私の日だまりの暖かさなんだ。そのヘアピン。うん。響き、遅くなっちゃったけど、お誕生日おめでとう。それからお帰りなさい。ありがとう。ただいま、ミク。Thank you.
また会おう。しようと思って、ちょっと遠くまで出かけるつもりだから。そっか、驚かないの？なんとなくそうじゃないかなって思ってた。やっぱりミクは何でもお見通しか。私のせいで消えてしまった世界がある。死んでしまった人がいる。助けられたかもしれないのに、助けられなかった人もいるんだ。テスラの起こしたことは終わりを迎えたけど、その爪痕はまだたくさんの世界に残ってる。うん。私はテックの一員で、みんなの仲間だったから。私に残ったこのエレクライトの力で、平行世界を回って、人助けがしたい。それが、私にできるせめてもの罪滅ぼしなんだ。帰って来るよね。いつかやるべきことが終わったら。うん、そっか。ごめん、でもたくさん考えて決めたことなんだ。わかってる。きっと響が手を伸ばしてくれるのを待っている誰かがどこかにいる。だから引き止めないよ。ありがとう。もう胸の歌はなくさないから。ミクに聞こえるくらい歌い続けるから。じゃあ私も頑張る。みんなと一緒に世界を守る。響の帰る場所をずっと守っている。待たせちゃうかもしれないけど、最後には私の日だまりのもとに絶対帰ってくるって約束する。うん、約束だよ。それじゃあ響、行ってらっしゃい。行ってきます、ミク。戦機絶唱シンフォギア、エクスドライブアンリミテッド。ロストソング編。カン。私が私の手で繋がる未来掴む。君のその想いを無駄にしないように。凸凹な衝動からジグザグ